おはようございます。おはようございます。やっほー。お疲れ様です。おはよう。やっほー。めっちゃ白飛びしてる。お腹すいた。ラーメン食べた。昨日からラーメン、てか昨日からじゃないんだよ、もうずっとだわ。ずっとずっとラーメン食べたくて。そう、おはようございます。おはよう。めっちゃ今日顔むくんでる。顔がパンパンです。顔がパンパンでございます。めっちゃパンパン。ハートありがとうございます。やっほー。明日、明後日に向けてコンディション頑張りね。ほんとそうよ、ほんとそう。でももうめっちゃめっちゃやばい。むくみすぎて、むくみすぎてる。コンサートめっちゃむくんでるかも。コンサートめっちゃむくんでるかもしんない。前髪切りたいな早く。おはようございます。眠い。ちっくらのポテトとアイスのやつ食べたい。あ、めっちゃ美味しかったです。
ちっちゃいもんのお芋だもん。めっちゃ美味しいのでみんな本当に食べてほしい。しかもねめっちゃボリューミー、想像以上にポテトが入ってる想像以上にポテトが入ってました。そうめっちゃ美味しい。なんか甘いポテト、バターとかあと蜜がかかってて、甘いポテトにアイスをくっつけて食べる。めっちゃ美味しいから食べてほしい。めちゃめちゃ美味しいです。なんか大学芋みたいな、大学芋みたいなじゃがいもとアイスみたいな感じです。甘い おはようございます。ポテトはカリッとしてる、いやあのねカリッとしてるとかじゃなくて蜜がこう染み込んでるっていう感じ。どっちかというと蜜が染み込んでる感じがしてる。そうカリッと系じゃないです。カリッと系というよりは大学芋系。そうリップどこやったっけ。リップを一緒リップ見つけた。やばいリップめっちゃ漏れてる。リップめっちゃ漏れてる。あー今日も顔がよろしくない。なんかもう髪の毛も悪いし、なんか悲しくなってくる悲しくなってくる。悲しくなってくるよ。はい、ありがとう。おはようございます。そう美味しいのでぜひ皆さんも食べてみてください。そう目の前でね、目の前で買ってくださった方がいてすごい嬉しかったです自分たちの作ったものを、じゃがいものメニュー目の前でなんか買ってもらったらすごい嬉しかったおはようございます。めっちゃ顔むくんでる。なんかもう見てられない。やだ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 。なんでこんなに顔変なんだろう。初見です、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます
首痛い、首が痛い、首が痛いです。寝違えたかな。コラボメニューどういう風に考案した、みんなで考えました、みんなで考えました、意見出し合って、そう意見出し合って。おはようございます。やっほー眠いし、お腹すいた、お腹すいた。みんな今日何食べたんですか。めっちゃお腹すいた。まだ食べてない、梅干しとご飯。うん、いいね、ご飯食べたい。朝からホクホクのお米が食べたい、ホクホクのお米が食べたい。いいですね、朝からミートソースパスタ。え、めっちゃいいやんそれ、めっちゃいいやん。いいなパスタ食べたい、パスタ食べたいな。これからラーメン、おーいいね、いいですね。早いけど行ってきます、行ってらっしゃい。お米とたらことかね、お米とたらこ食べたい、たらこ、たらこおにぎり食べたい、たらこおにぎり、たらこおにぎり食べたい。たらもありがとうございます。何パスタが好き、ペペロンチーノ、あとたらこパスタ。でもパスタ全体的に大好き、パスタ全体的に大好き。たらもありがとうございます、ハートありがとうございます。はあ、あーざー、暑い暑い。イカスミパスタは、食べたことないけど多分好きじゃない。食べたことないけど多分好きじゃない。わかんないけど、ナポリタンはそんな好きではない感じ。全然大好き、めっちゃ好き、むしろめっちゃ好きです。大好きナポリタン。ハートありがとうございます。じゃあ今日はたらこスパ、わいいですね、いいなたらこパスタ、羨ましい。なんだかんだペペロンチーノが一番おいしいね、超わかる。ひのもペペロンチーノが一番好き、ペペロンチーノが大好き。ハートありがとうございます。パスタ食べたくなっちゃった、今こんな話してたら、こんな話してたらパスタ食べたくなってきました。でもラーメンもいいんだよな、
メンもすごい食べたい。味噌ラーメン食べたい。味噌ラーメン、辛い味噌ラーメンが食べたい。普通の味噌ラーメンでもいいんだけど、辛いのがいいな。どうしても辛いとより美味しい。辛いとより美味しいです。それか、あの焼肉丼みたいなやつ食べたい。お肉食べたい。お肉丼みたいな。でもその上に乗っかってるお肉は分厚いやつじゃなくて、その焼肉的な薄いやつがいいな。ございます。お腹すいた。 今もうパスタかラーメンか焼肉丼以外受け付けてない。おはよう。ひなのことめっちゃ好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。だね。今朝ヤシちゃんのチケットホルダーしてコンビニ発見してきた。わー嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとう。いよいよもうあさってっていう日が来ましたよ。ねえ、信じられない。どうしよう。いよいよもうあさってっていう言葉を使う日になったんですよ。やばくない？だって昨日まで3日前っていうさ感じだったじゃん。でももう今日からはあさってとか明日っていう言葉を使い始める時期になったんです。やばくないですか？あーやばいよ。本当にやばいよ。おはようございます。おはよう。え、地震？嘘。今のとこ全く揺れてないわ。新潟揺れてないのかな。東京。皆さん気をつけてください。あのショールーム終わりにして安全なところにいてください。本当に新潟は全く揺れてないです。新潟は全く揺れてないです。東京の方お気をつけてください。
そんなに大きくない。あ、本当？お気をつけてください。新潟全く揺れてないの。新潟全く揺れてなかったの。おはようございます。入れてないよね、こっち。気をつけてください、東京の方。うん、そうだね、余震にお気をつけて。本当に関東、関東でそうなのか。気をつけてください、関東の方。おはようございます。本当だ。本当だ。そうだ、ニュース来てた。ニュースが来てた。気をつけてください。30日の天気は今のところ晴れで少し暖かそうで良かったね。良かった良かった、嬉しいね。30日、あー、もう明後日か、やばいよ。今日 28?28 が来るとは思わなかった。マジか、やばいな、やばいな、やばいな。今日28か、信じられないよ。こんにちは。やばいよ、本当に。めっちゃ顔白飛びしてる。こんにちは。緊張、緊張、緊張。めっちゃ白い画面。緊張するよ。
日は、あーなんか30日のこと考えてたらお腹痛くなってきた。30日のこと考えるとお腹痛くなる。色白？ほら、めっちゃ色白。めっちゃ美白になってるでしょ。コンサートのために努力して、ほらコンサートのために努力したんです。そしたら壁と同化するぐらい真っ白になって美白になりました。こんにちは。終わった後ね、焼肉のこと考える。そうだね、コンサート終わったら絶対焼肉行きたい。高級な、いやそれはいいや。でもあの食べ放題がいい。食べ放題、食べ放題行きたい。コンサートが終わったら焼肉の食べ放題に行くって約束してるの、自分と。緊張するよ。緊張しか言ってない。緊張しか言ってない。ニアの毛ついてた。お腹すいた。めっちゃお腹すきました。お腹すいた。お肉食べたい。お肉が食べたいよ。イエイイエイ。お腹すいた。めっちゃお腹すいた。コンサート終わったら思う存分ねえ食べたい。コンサート終わったら思う存分食べたい。太る絶対。コンサート終わったらめっちゃ太りそう。なんか今までの思いを食にドバババババって残すいた。ラーメン食べたい。
何食べるかな。やっぱりラーメンだよな。やっぱりラーメンか焼肉だよな。コンサート終わってまず何が食べたいって聞かれたら、お肉か焼肉だよな。こんにちは。今週は毎日お昼ラーメン。うわいいな、最高やん。何それ、羨ましい羨ましい羨ましいな羨ましいな羨ましいな。ラーメン食べたいな。味噌ラーメン食べたいな。こんにちは。わあ、お腹すいた。眠いし、お腹すいた。眠いし、お腹すいた。いい日の腹筋見てるとプロ意識を感じる。やった嬉しい。やったね、嬉しい。やった。さっき朝食バイキングしてきた。うわ、幸せなやつ、幸せなやつ。いいな、いいな。朝食のバイキング大好きなんだよね。普段朝食べないけど普段朝食べないけど、ホテルのホテルとかでなんか朝食が無料な時あるじゃん。そういう時は絶対に食べる、絶対に食べる。普段朝食べないけど、そういう時だけ絶対に食べる。昼食バイキング大好き。いいなぁ、朝食バイキング食べたい。旅行でバイキングってたくさん食べちゃう。わかる、食べちゃうよね。普段全然食べないのにさ、もう朝からめっちゃたくさん食べちゃう。朝からめっちゃたくさん食べちゃう。朝食バイキングは和食洋食ミックス、ミックス、もうどっちも食べたいのあるもん。どっちも食べたいのあるもん。和食にも食べたいのあるし、洋食にも食べたいのあるから、ミックスです、ミックス。ミックスだな私は。1時間寝れるは
いっぱいラーメン食べれる。今ならどっち？今なら睡眠今ならもしかしたら睡眠かもしんない。うんうん、まあでも選べたくないけど、どっちも欲しいけど、どっちも欲しいですけれども。こんにちは。あ、眠いよ眠いよ眠いよ。わあ、今日なんか夢見たんだけどな、思い出せそう。今急に思い出せそうになってきた。ダメだ、今めっちゃなんか思い出し直前に来た気がしたんだけどな。目つぶったら何秒で寝れそう？3秒。3秒つぶったらもう夢の中いける。今日オールしてそうだね。うん、めっちゃちゃんと寝た。がっつり寝た今日、ちゃんとがっつり寝たのに眠い。がっつり寝たのに眠いです。なあ、眠いよ。眠すぎるよよよ、眠すぎるよよよ。うんうん、お腹すいた。眠いし、お腹すいた。うん。こんにちは。こんにちは。うん、子守歌歌ってあげようか。お願いします、お願いします。うん、がっつり食べたい。何かを、何か食べたい。今日は喉の調子が悪い。なんか歌唱力の時に、収録する時になんかひなっていつも歌う前にね、ちょっとひなって喉の調子が悪いから、歌う前に一回こう喉をこう、なんていうんだろうな、喉をこう、なんていうんだろうな、うん、歌う前に一回ってやってからごっくんってするのが
私の歌う前のルーティーンというかなんですよ。ひなって喉がちょっとあれなの、こういう感じなので、歌う前ってだいたいこうって一回やってからこうごっくんってするんですけど、いつも歌唱力の時になんかそれをなんかそれをしよう、なんて言うんだろう、なんかそれをしようと思った瞬間に歌い出しになっちゃって気づいたらもう歌い始めちゃってて、なんか歌ってる時ずっと喉に違和感があったまま歌っちゃったんですよねいつもってやってからじゃないと違和感があるんですよ。でも歌唱力の時にってやろうと思ったらもう自分の歌い出しに入ることに気づいて、ずっと喉に違和感がありながら歌っちゃったっていう。そう、始まると止められないから。そうなんですよおもろいっしょ。気づいたらもう歌い出しみたいな。こんにちは。潤す的な、そうそうそう、なんか喉をこう一回ってやってからごっくんってしてから歌い始めた方が喉がそうなんか潤ってるというか。そうなんですよ。でもできなくてちょっと歌い出し焦ってる見てほしい、放送日、放送の時私の歌い出しの顔がちょっとあやっちゃったみたいな感じです。バラありがとうございます。みんなはどんな曲だった予想してるのかな。こないだも聞いたよね。こないだも聞いたわ。こないだも聞いたけど、何歌ったと思う？何歌ったと思う？みんなはどんなもの予想してくれてるんだろう。ひなが歌った歌。でもさ、範囲が広すぎて予想するにもできんよね予想するにもできないよね。こんにちは。めっちゃ白飛びするなんだろうね。みんなどんなの予想してるんだ。予想も何もないよね。予想も何もないですよね。でも寒い、寒い寒い。なんだろうね。なんだろうね。かわいい感じと想像してた。おお。ヒントがないと厳しい。いや、ほんとそうですよ。こんにちは。ヒントは無理ですねヒントはちょっとでも無理です。でもみんなまあ多分知ってる曲かなとは思います。多分知らんけどね。
こんにちは。しっとり系と予想。おお。おお。少し口ずさんで無理。無理よ。バレる。こんにちは。自分で曲選んだよ。うん、自分で選びました。自分で曲選びました。ゆうちゃんとのお風呂の話は参りました。どういうこと？参りました。お尻ですか？まさか演歌かもしれないしね。かもしれないしね。ね、ひなアイドル以外の選曲って難しい。いや、そうだよね。ひながアイドル以外を歌ってることなんてなかなかないもんね。なんか想像できないよね。ラップかもしれないしね。かもしれないしね。まあ、ひなはね、なんて言ったって NGT のラップ担当なので、なんて言ったって私ラップ担当なので。そうなん？そう、ラップ担当なんです。ラップ担当なんです。こんにちは。冗談です、冗談です。できません。できないけど、でもあのラップのある歌ってあるじゃん。 K-POP とかって大体ラップあるんですよ、どの歌にも。そのラップをめっちゃ早口で歌うのがあの私の特技です。そう、その K-POP って大体どの曲もねラップがあるんですよ。それを早口で歌うっていうのが私の特技。何の役にも立たない特技。
噛むんちゃうの。それがね、噛まないんですよ、ラップになると。ラップになると噛まないんですよ。仕事戻ります。お、頑張ってください。いってらっしゃい。いつかね、披露する機会があれば、いつか披露する機会があれば絶対ない、絶対ない。だるまありがとうございます。寝る前ありがとう。今日何時まで？今日は、あと15分で終わりにしたいと思います。眠いなぁ。おいしょ。人の顔を上から見ることってなかなかなくないですか？人の顔を上から見ることってなかなかないから、私の上から見た顔はこんな感じです。私の上から見た顔はこんな感じです。どうですか？これが鼻です。これが目。これがおでこ。これが頭皮。こんにちは。どこが一番いいですか？頭皮？頭皮が一番いいですか？頭皮かな？じゃあ頭皮配信で頭皮配信にしたいと思います。こんにちは。はい、頭皮。これが私の頭皮です。おもろ、おもろい。こんにちは。眠いです。どう人おしゃべりして、どう人おしゃべり。こんにちは、
こんにちは。こんにちは。こんにちは。やだな、頭皮度アップ。頭皮度アップするアイドルなんているんですかね。頭皮度アップするアイドルなんているんですかね。頭皮綺麗、本当？やったーやったー。髪の毛黒いの生えてきてるやったー。トリマ頭皮スクショしました。頭皮のスクショたくさんありがとう。頭皮のスクショしかない。あ、いいですね、最高じゃないですか。頭皮のスクショ鏡の毛こっち。あともう少しでプリンでもね、この間染めたばっかなんですよ実は実はの実はね、めっちゃ最近染めたんですよ。え、何、髪の毛これどこ、おでこか。え、なんかすごい望遠鏡で見てるみたい。望遠鏡、あのさ、ミジンコとか見るやつ、ミジンコとか見るやつ見てるみたいじゃない、ほらほら、どっかにミジンコいないかな、どっかにミジンコいないかな。え、こんなにすぐ黒髪生えてくるもんなん？え、結構黒く見えるんだけど、配信だからそう見えるだけ？この間染めたばっかりなんだよな。でもこの間染めたばっかり。うん、こんにちは。一般的には一月1センチ。でもめっちゃなんか長く、いやでもこんなもんか。染めてからね、結構最近染めたんだよな。いつだったっけ、いつだろう、いつ染めたんだろう。あでも10日前ぐらい。10日でこんなに黒髪伸びる、なんか伸びてるように感じない？気のせいか、気のせいかな、気のせいかもしれない、気のせいかな。まあとりあえずみんなミジンコ探して、ほら
ミジンコ探してください。いるかな、ミジンコ。ミジンコすごい、本当にこれあれで見てる映像に似てない？ミジンコ探す時の映像。正解は私の髪の毛のドアップでした。こんにちは。ミジンコ発見した？ミジンコ発見しましたか？ミジンコとかゾウリムシとか懐かしい。なんでそんな覚えなきゃいけないんだろう。なんでそんな覚えてテストに出るんだろう。何のためなんだろう。こんにちは。ミジンコが王様をどこだった？王さん、王さん、みんなで。あ、踊ってる踊ってる。はぁ、お腹すいた、お腹すいた。え、ミトコンドリアってなんだっけ。めっちゃ夏い。めっちゃ夏いんだけど、その名前久しぶりに聞いた。久しぶりに聞いた、その名前。ミトコンドリア、誰だよこんな難しい名前つけた人。どんなやつだっけ、ミトコンドリアって。ミトコンドリア、あーね、こんなやつだっけ。忘れちゃった。ミトコンドリア、記憶あるの？あるよ。ミトコンドリアめっちゃ印象に残ってる、名前だけ。名前だけめっちゃ覚えてる。ミトコンドリア、おかしくない？名前だけめっちゃ覚えてる。おもろいね。おもろいね。うん、こんにちは。やばい、めっちゃ眠い。こんなに眠いことある？昨日まあまあ寝た方だと思うんだけどな。まあまあ寝た方だと思ってたんだけど、めっちゃ眠いです。今日も頑張ります。今日はね、夜に23時半からそのコンサート前のコラボ配信リレーをするんですけど、まあでも私のルームで普通にやるので、普通に私のルーム来てくれたら嬉しいなと
思っております。あとはまあその前にも配信できたらやろうと思ってるので、ぜひお願いします。まあできるかはちょっとわからないんですけどできるかはちょっとわからないので、もしかしたらないかもしれないし、あるかもしれないっていう感じで、でも23時半からは確実にコラボ配信しますので、よろしくお願いします。ではランキング読んでいきたいと思います。いきます13位、なんて読むんだろう、異性の姫かさん、ありがとうございます。12位、ティンバレラさん、ありがとうございます。11位、韓国語、ありがとうございます。カムサムニダー、ありがとうございます。10位、タケルンさん、ありがとうございます。9位、シュウさん、ありがとうございます。8位、ヤマさん、ありがとうございます。7位、ヤッキーさん、ありがとうございます。6位、ジンさん、ありがとうございます。5位、サバサンドさん、ありがとうございます。4位、マシオさん、ありがとうございます。3位、スイバラのアカティさん、ありがとうございます。2位、ケワンさん、ありがとうございます。第1位、ワークンさん、ありがとうございます。はい、ということで、では今日も一日お疲れ様でした。あ、間違えた、寝ぼけてる今日も一日頑張りましょう今日も一日頑張りましょう今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい、またね。夜の配信見に来てください。ありがとうございました。行ってきます。おやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。